本日が9月の10日の金曜日、アップするのが9月の11日、九州フィジーク40歳代表の大会に出る1日前ですね。もう明日の今頃っていうか、この動画をアップした頃には私は鹿児島にいる予定ですんで、何もなければ大会に出場させていただきます。今回少しですね、テンションも下がってるんですけれども、日焼けができないからですね、ベランダでいつも焼いてるんですけども、日が差さなくなって、9月だなと思って、季節は変わりましたね。状態はっていうと今、74か、結局前と変わんないですね。70切るとこまで行こうと思ったけど、できないものはできないなと思って、人間っていうのは変化を好まないですね。ホメオスタシスですかね、恒常性の維持がありますから、現状を維持しようと人間はするから、なかなか簡単に落ちないなと思って、まあそれでもですね、まあ大会参加はできますからですね、この状態で参加したいと思います。フィジーク久しぶりですからね、まあ楽しみなんですけれども、なんか5回目の大会になるとテンションもね、本当わからないんですよね。どうしようかなと思って、日焼けもしてないのが原因でしょうね。どうしようかなと思ってんですけどね、まあ行けば行ったで盛り上がると思うからですね、非日常の空間を楽しんでいきたいと思います。まあ、この動画がアップされる時はもう鹿児島のホテルなんで、まあそれはそれでちょっと楽しんでいきたいと思います。まあ明日が大会、今日は大会の2日前ですね。もう食べてるんでそんなきつくはないんですけども、塩分はちょっと控えますからですね。塩分を控えてもやっぱきついな、きついですよね。やっぱり必要な栄養素っていうのは分かるからですね、塩分の大切さとかですね、糖分の大切さっていうのは分かっていいかなと思います。せっかくできる出るんだから、まあ、楽しんで集中してやっていきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。